はい、それでは、サグショーやっていきましょう。ついにですね、最後の1個、あ、そうだった。ここで旗揚げされましたね。コウソンさんが、仲間を塞いでる。戦いの果てに仲間になったか。ちなみにですね、皇帝じゃなくても、いけるということが分かりましたね。よかったです。ちょっとね、最後こちらをどうしようかなと。孫生が一人で倒すことができるか、ちょっと微妙ですかね。まあ時間ありますから、ちょっと施しますか。ちょっとね、コウソンさんはどういう状況なのか気になりますけどね。わお、羽、兵糧、残念なことでしたね。とりあえず攻めましょう。大会が始まりますからね。誰が強いかな。か。超速90度。あ、孫作がいた。失礼。孫権には垂れつけていこうか。いいか。弓矢を使うやつ。オートン。ああ。超人、漁夫がいましたが。失礼、失礼。様でいきましょう。降りてくるよね。タン様、コーチ、カコート、散策。やっぱり高長雲ここに嫌がりましたか。出てこんと思ったんだよね、やっぱし。
痛みつきましょう。しましょう。痛めつけておけば、近づいてくることもある前、さっさとあっち行ってらっしゃい。ほらほら、ほら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 。もう、あ、やべ、落石チャンスあるかも。知らなーい。試し前調子乗っとるな。よっしゃ行ってまいれ。さあこれは勝ったな。意地悪だよね。さあでしょ、普通に。いいね、いいね。あれ、あ、逃げるの。お、これは追いついてかけるパティン。よっしゃ、いい。よかったわい。あれ違ったっけ。あれ負けてる。おかしいな。まあ勝てばいいんだよ。煽っとけ煽っとけ。めっちゃ喋るな。ちょっと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 、めちゃくちゃ互角。負ける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 。押した。ラストで一回切られた。
ちろん勝つでしょう。頼むよ。だけ必殺技だったのやな。あ、これは勝ったっすね。すごい。呂布は何かの補正がありますよ、これ絶対。よっしゃ。頑張ってくれ。記念負け取るんかい。こら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 。ないでしょう。まさかの最終戦までもつれ込むとは。まあね、引き分け以上で勝利やからですね。さあ、老人対老人の。パテインかな。退却意味はパターンだと思います。ほらね、来た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 。笑ってやれ。嫌な餌食になるだけだ。さあどうなる。当たった。残念だったな。まさに甲虫らしいラストでしたね。ライドも強かったね。将軍はたまにやってくれませんでした。うん、仲間になった。お、玉児、偽玉児かい。ですかね。まあ、幸福感覚でもいいですけどね。そういえばそんなこともできましたね。
でも食ってみるか。ああ、金1000ぐらい。喜ぶやろう。愛してやんの。そうっすか。大衆解決しようか。みんな敏感ばかりで武将っぽくないんだけど、みんなね。どっか間に合う人いないかな。ここかな。最後ですね。が待つのはどうかというところですね。めんどっちいちゃめんどっちいですね。頭がいい人いないっけ。兵糧兵士送っとけば。物量で押せばいいんですよ。押せ押せです。徴兵別にふーって感じ。さあ孫権様が生きている間にクリアできますね。これはそうしちゃうよ。ラストラスト。いや、これじゃ雑魚キャラっすね。みんな最後の戦いがこれかよって感じだけど、さあみんなで攻めましょう。連動、連動。これいいか。いるか、そもそも。さあ、買ってこい。6700。しょぼいぜ。食らっときな。もう一騎打ち対決するほど余裕はありませんので、こちらにはですね。俺が最終決戦兵力勝負ってやったことなんで、兵力もやってみましょうか。3時間耐えた。しょぼすぎでしょ。やっぱ能力がなさすぎると、こんなもんなんですね。
18。効果ありますね。真摯の情けない試合ですな。試合という戦いというか、あんまり関係ないのかもしれないですね。兵力とかは。12。次のターンでいけるでしょう。さあ、ラストだ。ぶち抜け。もちろん兵力場内突入するぞ。すげえ、こんなやつやっちゃう。こんな勝ち方なんだ。そうなんだ。それはならん。切ったか。最終決戦ですからね。多少兵数減ったのかな。だっすよね。だって連動マックスあったけど減ってるし、兵士も減ってますもんね。1510人減ってますもんね。兵力勝負でということが分かりました。中間を統一しました。最後のあの一騎打ち大会で負けたっていうのが一番ちょっとびっくりでしたけどね。やっぱ難しいっすね、この辺りは。様やっちゃ。では戦わんかったね。でもですね、まあ、今回は音楽は変わるということで、それが分かったので良かったですね。やっぱね、皇帝就任イベントがないのはやっぱ寂しいですけどね。そう思ってます。さて、まあ、一定クリアしましたので、まず次のプレイ何するかなと。
どうしようかなとは思ってます。はい、とりあえず1回終了しましたので休憩させてください。どうでしょうね、これ何回もこう繰り返し繰り返しやってると少し上手くなってるんですかね。どうなんでしょうね、この動画を上げ始めた時よりも、まあ、まあ多少はね上手になったのかなと思いつつ、そうでもないんですかね。やってる基本的なことは変わらないんですけどね。でもまあ繰り返しプレイすることで、まあ、いろんなことがね分かりますもんね。分からないことだらけですよ本当に。縛りプレートがあんまりしたくないしつこいですけどね。なんかでもね、なんだろう、まあ、難しすぎる文章もやっぱりね文芸すぎて戦略文言じゃなくなるような気がするんですよね本当。繰り返しプレイを前提ってなるのはなかなか大変っすわと思いました。今回仲間どうかなと、まあまあ詰めましたけどね、君主ですからね、皇帝ではないということです。あんまり軍師は出番なかったですね、まあ、あの落とし穴があったぐらいですかね。なんかあの劉備軍との戦いの時は活躍しましたね確か。あんまり役職につけてる人が少なかったですね間違いします。あとあれですね、多方面作戦を展開してなかったからでしょうかね。ずっとあの孫権様が戦ってるような感じでしたね。戦力を集中するっていう面ではですね、まあ、戦いやすかったですよね。いいと思います。スピードクリアには繋がってないですけどね。将軍たちもいっぱいいたし、クリアはまあこんなもんですかね。はい、あともうなんか喋ることがなくなっちゃったんで、とりあえず最後まであの見といてください。私もこの画面見てぼーっとしてきます。
終わりましたね。ということで、また次回何かでよろしくお願いします。終わります。